拙い歌で、拙いメロディーで、本当ごめんなさいって感じですが、まあ、こうやって弾き語りを通じてたくさんの人たちと出会えたことにすごく感謝してるし、一生の僕の中の宝物です。やっててよかったなと本当つくづくそう思います。やってなかったら、だってこんな人たちと知り合うことがないですもんね。音楽好きであっても、ただ聴いてるだけやったら、こんなにたくさんの人たちと知り合うこともなかったし、まあ仕事とまた別の趣味があったりして、まあ、それはそれでまたできるんかもしれないですけど、やっぱ音楽っていうのは懐かしんだり力をもらったりして、自分を切磋琢磨して成長させてくれるもんかなとも思ったり。ええこと言うな。たまにはね、こういうこと言うな。あんまりこういうことは言わないんですが、それでは最後に、今日ライブの告知をペンギンのメイさんがやってくれてたんですが、その一環でバナナホールという昔梅田にあったホールがあるんですが、今はまた変わって別のバナナホールになってしまったんですけど、その昔本当に超有名な人たちがよくやってたライブホールがなくなるよっていう、もうその間際で、そうだよ、俺もやらなあかんやん。そこへ出ていかない。出てきてください。やった、本当もう最後だよっていう時に、まあ、アマチュアばっかりの対バンで 5組ぐらいで出て、やらせてもらった時に、頑張ろうなという、さっき岡地がMC で頑張ろうなっていうのは、頑張れよっていうのは嫌いって言ってたんですけど、僕も嫌いなんです。っていうのはストリートで、ね、ツアーいっぱいこう吐きながら声を枯らしていっぱいかきむしって、ギターの弦をもう数えきれんぐらい切って、もう時にはここから血を流したりして、やってたんですけど、その時に頑張れってこうかね、やっぱ声をかけられるわけですよ。暑い時寒い時、まあ季節を問わず言われるわけですが、いやいや頑張っとるがなとやっぱなるわけですよ、こっちとしては。いやそうじゃなくて、頑張れよじゃなくて、お前も頑張れ、俺も頑張るわ、だからお互い頑張っていこうなっていう、まあそんな感じで、つけたタイトルが頑張ろうな。いいね、懐かしいね。そう、長渕さんも一時 MC でこうファン観客が頑張れよとか言うと、お前が頑張れ、俺は頑張ってる、まあ、その心境でございます。全く同じでございます。懐かしいね。まあね、あの人はもう、あの人たちは僕たちとレベルが違ってずっと上の方にいますけど、やっぱり気持ち的には一緒のとこにやっぱいるんですよね。やってる時は普段頑張ってないんでね。仕事とかね。仕事もほどほどに頑張っておりますよ。そうそう、だから歌ってる時頑張れよって言われるとちょっとんってなる。ムカつく、ちょっとムカつく。で、頑張ろうなという歌を作りました。これはちょうど阪神大震災があった前の年にたまたま作りましたっていうか、できたんです。っていうのはこのコンセプトとして、一回聴いたらもう忘れないメロディー、おじいちゃん聴いてもおばあちゃん聴いても子供が聴いても覚えられる歌、それをコンセプトに作ってみました。ということで、サビが頑張ろう頑張ろう頑張ろうな、一度
きりの人生やも、もうこれだけなんですもうこれがメインです、はい、あとはどうでもいいです、ここだけ覚えてくれたら僕の、名刺代わりに受け取っていただければと思います。じゃあ最後に頑張ろうなということです。一度きりの人生やも頑張ろう。
一度きりの人生やね、一度きりの人生やね。ゆきろでした。どうもありがとう。ヨコちゃん、ヨコちゃん、アンコール、アンコール、アンコールなの。考えてきてない。